相手と近くなったらまずプッシュして、でも川島さんに当たるシーンがここだね。これかな。ここで別に食らってるとかじゃなくて体勢が単純に崩れるんですよ、うん、スリップみたいな感じで、はい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 、お疲れ様です。お疲れ様です。この前の動画で、はい、まあ、技術的に課題があるから、まあ、新しいことを考えて練習していくみたいなこと言ってたじゃないですか、はい、まあ、6.5 の動画をちょっと編集して、はい、どういったところが課題かとか分かりやすいように作ってきたんですよ、はい、一緒に見ていければなと思っています。今日は分かりました。ちょっと振り返ってみましょうか。今後のねさらなる強さを手に入れるためにもやっぱしっかり見届けなければいけないと思うんで、しっかり見ていきましょうか。はい。ちなみになんで今日帽子かぶってるんですか。まあちょっと髪の毛の癖がすごすぎて、はい、それを隠すために今帽子かぶってます。はい。試合のゴングからもう始まります、はい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 、で最初なんかまあ試合前にも話してましたけど、左手でこういう風にあの押すプッシュを作戦でやっていこうみたいな感じ言ってたじゃないですか、うん、それが出てるんですよね。それは試合前からやる意識を持ってた感じですか。あのいやいや、もちろんその近づいて相手と近くなったらまずプッシュして、で相手を後ろに下がらせて、うん、そっからパンチに入っていこうっていうような、うんうんうん、で、まあ、確かに、はい、左手で相手の右肩を押すような形で入っていってますよね。はいはいはい。で川島選手は右フックが、うんうん、まあ、外れてミスっていう形になってます、うん、なるほど。でその後胸切り行きの右ストレートを出していくけど、ここが外れるような。ここ外しちゃったんだね、うんうん、だからプッシュしてって右ストレートを打ってきたから、うん、なるほど、うん、これ当てたかったっすね、うん、イメージだとやっぱり当てたかった、うん、最初プッシュして当てるみたいなイメージ、はいはい、うんうん、で次で氷川島選手の左フックはまあ側頭部に当たってるって、うん、なるほど、はい。で胸撃のストレート、うん、で左ジャブ打つけど、まあ、外れてますね、はいはい。まあ、最初は唾液の応酬で次は川島選手の右フックが当たってるという感じ、はい、で右フック、でここが結構強く左フックが川島選手の方が当たっちゃってる感じですね、はい、ここまでって記憶あるんですか。ちなみにまだ、いや、あったと思いますね、あの、うんうん、左、多分この後だと思うんだけど、左のパンチが多分川島さんに当たるシーンがここだね。これかな、うん。これははっきり、これすごくいいじゃないですか、うん、これね、すげえいい感じで顎に入って、あの川島選手も顔がこうのけぞるような感じになってるんだ、はいはいはい、つまりこの時の感じ見ると俺多分あんま食らってないですね。食らってなくてまだまだ元気な、うん、元気でむしろ押してるぐらいですね、うん、この時点だと。さあこの後この後何が起きたのかっていう感じですね。ここもでも相手は後ろに外れてるんですよ、うん、右フック、はいはい、で胸毛抜きの右ストレートかフックかが顎に当たってるって、はい、まだ全然互角ですね、うん。でまあジャブ外して相手もフック外してます。はいはいはい。なんだでここで一発入りますね。これかカウンターみたいな形で結構いいのが入ります。あ、はい、で胸毛これだね。じゃあかなり俺にダメージ。これ崩れんじゃない。ここまだ崩れないです。あ、そう、うん、まだ崩れないです。で進めますね、うん、でここでもう一発入るんですよね。ガードの隙間から左フックが結構いい感じに入るんですよ。なるほど、はい。でここ右フック外れて、いやでまた左、ここはまあクリンチみたいな形になってパンチが出しにくい感じになってるんですよね、うん、まあ一応当たってるけど、うん、まあそうですね、そう体勢が悪いんであんまダメージも与えられてない感じですね、はい。でここね、右ストレートがいい感じに顎入って、はい、結構効くんですよ、で一瞬振っ
って相手も抜けるような感じなんで結構効いてたと思います、はい、なんでここまでは結構いい感じなんですよね。なんだろうね、うん、でここからっすね多分。で相手がここでロープを背にしてたんでスッと左側に抜けるんですよ。はいはいはい。その時にまあ胸毛にどんどん前行ってたじゃないですか、うん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 、なんでここで別に食らってるとかじゃなくて体勢が単純に崩れるんですよ、うん、スリップみたいな感じで、はい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 、でそこに一発、あ違うな、まだですね、この後か、ここだ、はいはい、体勢崩れるんですよね、ここ。ああ崩れた瞬間に、はい、に一発ここに入ると。これは効いたね多分、うん、ここ効いてその後なんか尻餅みたいにつくんですよ。うんはいはい。ここら辺はもう記憶ないですか？ないと思うね多分。倒れてるとこは記憶ない。なかったと思うね。まあ夢中になってるからね。うん。ってのもあるけど。うん。で進めますね。もうここでちょっと倒れてしまってこの間にもう打たれちゃってるよね多分。でも意外と当たってないんですよ。そう。うん、ミスミスって続いてで倒れちゃったんで、そう、まあ倒れちゃって体勢が崩れちゃったんで。その体勢を立て直すために、まあ、距離取ろうとするのは当たり前だと思うんですよ。でそこでまあ下がっていくっていう感じですね。で相手はそこにつけ込んでどんどん攻めてくるっていう感じで、なるほど、どんどん攻められてるっていう状況です。なんで体勢崩しちゃったのがすげえもったいないなって感じですね。まあ崩らされちゃったね、うん、あのまあまあ要はロープっていうところもまた試合の、うんうんうん、あれをやっぱ大きく変えちゃったっすかね。例えばゲージ、ゲージか、まあその網だったら、もしかしたら回らずにね、そのまま追い込んでたかもしれないし。なるほどなるほど。そこはちょっとわからないんですけども。うんうんうん、まあ、要は俺が前に出ることはすごく良かったと思うんですけど、はい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 、やっぱりさっきのその回っられちゃってる、うんうんうん、でそのまま俺はおっとっとで倒れちゃって、頭突っ込んじゃってんすよ、ね、でそう倒れたのはいいとして、そっから起き上がっていく段階で、うん、まあ体勢を立て直す時に攻められてっていう、そう下がってるって感じですね。で下がってって、うん、で下がりながら一応パンチ打ってんすよ、うん、で何発か当たってるんですけど、やっぱり下がりながらなんで、はい、相手は全然効いてない感じですね、はい、この辺とかも。あ、なるほどね。でここで一発左入ります、はい、で一応胸毛にきも当ててますけど、まあ下がりながらなんであんま効かない。この辺はもうダメだね、これ効いちゃったんでしょもう。あ、ここっすね。でこのあと完全に意識飛びます。ここで完全に意識飛んで、もうその後はまあワンサイドゲームっすね。なるほど。でもう完全に意識飛んじゃって、ここ、ね、ちなみにこの後から胸毛にパンチ一発も出てないっす。出てない出てないっすクリーンヒットクリーンヒット、うん、これがクリーン、俺の左例のここら辺ボコボコっすね。なるほどね。これでまあ1回目のダウンで、ここがそこから再開になったとこっすね。もはや、まあ、パンチはもう出ないで、構えてるだけで頑張って、あの相手が勢いよく来てるんで、うん、プッシュしようとしてるんですよ。なるほど。でもまあ相手勢いが強いんでフックフックで入って、でここら辺も頑張ってガードしようとして一応してあげてるんですけど入っちゃう、うん、なるほどね。まあここはもう、まあ意識飛んでたらどんな強いプレイヤーでもボコボコにされるのは当たり前なんで、なんでこういう状況になっちゃったかっていうのを考えた方がいいと思いますね、その前段階で。うん、そうだね。まあここはもうしょうがないですね、もうこうなっちゃってしょうが当たり前なん でここら辺も一応ガードしようとはしてるけど、うん、まあもう本当は戦う、ね、意思があったから、ヒットヒットでここら辺で審判が間に入ってくる感じですね、はい、まあ本当はそこの倒れたところだね。じゃあそう倒れた前後、
はい、っていう感じ。ということは、まあ、これをよく見ると、うん、まあ、いい勝負はね、本当にやっぱこの1分間っていうところの、そうそうそう、ブレイキングダウンの面白さがまさに出てるような試合で、そう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 、なんで本当にわからないね、うんうん、で意外とあの試合旗から見てたり、まあ、世間の評価だとなんか完全にボコボコにされたみたいな感じじゃないですか、うん、でもこれ見たらわかるんですけど、あそこの体勢崩れて下がらなきゃいけなくなるまでは、うん、ほぼ完全に互角なんですよ。確かにね。で数字で見てもちょっと出してきたんですけど、試合全部を通して、川島選手が当てた数が全部で20発、うん、で胸毛に木が9発、体勢崩すとこあったじゃないですか、うん、あそこまでで言うと川島選手は6発、なるほど、で胸毛に木も6発なんですよ、はいはいはい、当ててる数、なるほど、互角なんですよね。俺の作戦としてはやっぱ前にとにかく出て出て出て、うん、それはで距離が詰まったら押し込んで、うんうん、で俺結構前に出てるからやっぱりどうしても前傾姿勢になってるっていう、 そこがうん、で今だと回られちゃってる時に、そう、俺前傾前だから横への動きに対してちょっと甘かったね。横への動きつかす、後ろじゃなくて横へかわされてしまった。で俺はその前に行ってたから結局はこっちに行った時にこんなね、わかんないけど、うん、バランス崩して、まあ、かつバランス崩しちゃってるから、まあ、前に出ていけばなんとかなるだろうって、まあ、思ってた部分もやっぱあってね、うん、だから、うん、今後もしその出れるようであれば、まあ、前に出てくるだけではなくてやっぱね、体勢しっかりある程度重心崩さないように残しつつ、まあ、前に出てくというか、そうそうそう、まあ、ここまで見てなかった正直でしょ、でしょ、うん、これ、まあ、ちょっと軽く見ただけだったから。どうでしたか。いやそうですね、やっぱり、まあ、見てやっぱ自分のねその試合っていうのはやっぱしっかり見ないとやっぱねいけないと改めて思いましたね。やっぱり今日見せてもらって自分の足りないところがなんとなく分かった気がします。前出るだけではちょっとダメかなっていう、やっぱりそのある程度前へは行くんだけども、上半身はややもう少し立てといてとかで、結局パンチってまあ、右のストレートとか打つときってやっぱり右足の足で蹴りつつ足の連動とともにやっぱりパンチを打つような感じになるんで、やっぱりその手打ちになってしまわないように、まあいろんな方からちょっと言われたりもするんですけども、股関節の爆発的な力を利用して強いパンチをまあ打てるようにしないとダメだなっていうのはやっぱ強く思いましたね。強いパンチって言いました？ん？パンチパンチパンチ強いパンパンパンツ言った今パンツって聞こえて、そう滑舌がね本当になんかもう。ではこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画をご覧になっていただいてありがとうございました。では最後に大塚レスラー。